こんばんは、ナナです。うつろまゆ、ライブ配信やっていきたいと思います。ちょっと待ってね。またスタートしてから申し訳ない。あ、みかんママかな？こんばんゆー。みかんさんかな？みかんさん、みかんママ、こんばんゆ。とりあえず、始めようか。前回、おとといやったところで結構いろいろ拾ってたと思うので、今日も、ビクビクしながらやっていきたいと思います。やばい。そうだね、一応確認していこう。はるまきさん、こんばんゆー。少々お待ちください。まず、お薬は3つある。あ、おでんおでん食べたいね。みかんさんだな。今、みかんさんだね。で、これだね、OK。まず、この、オッケーで、井戸に行って、井戸にオッケーをくっつけて、鍵を拾うことができる。まずこれをやるのと、あとはこのはしごを使って神棚に登って、なんかこれのもう一つ同じやつがあるのかな？これを拾いに行く。で、あとね、ちょっと私は気づいたの。この水差しで、油差しで、玄関のところに井戸があったんだよね。錆びてる井戸があったの。その井戸に油を刺して水が出せるような状態に多分するんだと思うの。で、その後に、この絵皿にお水を汲むっていうことができると思うんだ。だから今の持ってるものをちゃんとやって、で、最終的にこの、これが2枚になるから、二枚になったら、仏間に、それを入れに行ってみましょう。じゃあまずはオケかな？オケがずっと、井戸行きたいね。井戸は近いから、いるね。久しぶりだからちょっとで、久しぶりって一日空いただけだけど、できるかな？とりあえず。落ち着くために。いや、もう、まだ始まったばっかだから落ち着いてるんだけどね。あ、どうしよう。下手くそ。桐生一馬のフィギュアが出るって。これ最後の一枚。買うの？みんな。いるね。近くにいるから。ちょっと通り過ぎたら。あ、久しぶりだから耳が慣れない。近くにいるみたい。でさ、この主人公もハーハー言っちゃってるから、それも収まるのを待った方が良さそう。等身大なら検討。逆に等身大いいの？一緒に寝ようとしてない？あ、背中の、あ、裸なの？裸のカズマなの？裸のカズマくんなの？ラシさん、こんばんゆー。今日もゆっくり聞いてって。頑張るから、ゆっくり聞けるかどうかわかんないけど。私がワンワン言っちゃうから。ちょっとさ、今さ、近くにいてさ、全然動けない状態なので、ちょっともうちょっと待ってね、みんな。頑張るよー。そっと応援してて。よし。で、まず、右行って、え？
右。寝る気満々じゃん。よし。って言って。え？こっちか。どうしよう。近いな。慣れてはないみたいだね。よしよし、そっち行ってくれ。この辺ぐるぐる回ってんのかな。え、私どこ行くの？ってなんで登ってんの？間違えちゃった、こっちだ。え、どこ行く？井戸行きたいんだよね。こっち行くのか？え、井戸行くにはさ、こう、こうかな？こうが正しい行き方かな？あっちの方行ったから立っても大丈夫そうだもん。こっちか？あ、もう、あ、もう道が、もう迷子だよ、もう。あ、神奈先行っちゃう？こっちじゃない。こっちだ。あ、で、神奈。これ先取っちゃおう。これで手が届くはずだ。よし。よしよしよし、取った取った。ええ。だいぶ順調な感じ。ナイスです。え、めっちゃ順調じゃん。今日中に終わるかな。え、の鍵は、どこ？これ、あ、松茸の、松茸？松茸城の鍵。さあ、ここじゃない？ここ。あ、二ついるんだって。二ついるんだ。オッケー。長軸城。やばいかもしれない、みんな。来るな。一つま、武器屋の、一つま武器屋のフィギュア買おうとして、無言の圧力受けた。入ってるね。これ前通ったらバレるかな。じゃあ、今から行かなきゃいけないところは、あと玄関行きたいんだよね。だから中庭通って。怖すぎる。
わない？駅で開けちゃうんだよね。ねえ、ほんと始まったね。今さ、こっち行ったからここら辺はちょっと危険ってことだよね。こっちからこう回ってこっちの方来ちゃうよね。玄関こう行くか。なんか鉢合わせちゃいそうだけど。怖っ。やっぱり怖いわ。見えないよね、みんな。あれこれ、あれ、あ、え、井戸あったのここじゃない、キッチンだ。あ、マジだ。ちょっと勘違いしてた。勘違いしてた。台所の、あ、ここかも。私が行きたいところは。バカだな。もう出たとこと違った。あ、トイレ行ってもしょうがない。どうしよう、あ、どうしよう、あの方向地からね、方向地だからどうしよう、どうしよう、どうしよう、走れない。どうしよう。あ、ここダメじゃん。ここ来ちゃダメだ。重傷。あと一回は。もう怖いよ、みんな。どうしよう。やっぱり怖い。やっぱり怖いです。とりあえずね。台所。近いね。近い。さっき通ったね。でもこの辺にいるんじゃんね。どうしよう、やっぱりドキドキする。ね、これ2個揃ったよ。確かに。バテたのか。もう薬飲んどこっか。あと一回とか言ってる場合じゃないよね。いる。来てる。でもこの中なら安全。なんかさ、探してるのかな？主人公のことを。ただ徘徊してるだけなのかな？血を探してるのかな？
同じことしてんのかな。上とか登ってってんのかな。また近くにいたらここ入ればいいよね。で、地図ちゃんと見て、今こっち向いてこういる。ここからだとまず正面、あ、井戸だから違うでしょ。右行ってこう？ここ、多分この辺、ここ？この辺のどこかなんだよね。こっちに、あ、こっち行けないのか。左行ってこう行くしかないんだ。よし。いるんだな。うん。うん。ちょっと離れ。あ、ダメだ。音に反応してんのかな？動いたら。戻ってきちゃった。もうこの時間が嫌。また来たよ。何もいないかな、早く。長くない？怖い。怖い。目が赤い。とりあえずここは、行き止まりだから早くここからは出た方がいいよね。今がチャンスなのかな、実は。こう行ってさ、この階段ももしかしたら登ってる音かもしれない。いや、そんなことない。こう行って、左行って、左行って左行く。ルチョさん、ルチョさん、ほんまゆ。やり遅れなかった、大丈夫だった。よかったね。間に合ってよかったね。怖いの、今怖いのやってるよ。で、来る前に早く行った方がいいかもしれない。ここね。え、いたね。危ない。セーブしよう。一番に。だね。行きたい場所にいるね。この正面だもんね。お、ここら、ここだから、この辺にいたよね、今。こっちから行けば。いや、そういう問題じゃないな。怖いな。ずーっといやらしい位置にしかいないの。かな？なんか行動がバレてるかのような。言ってないんだ。怖い！怖い！
な、絶対来そうだよ。これで小油を刺して。よしよし。この音大丈夫なの？あ、色出てきた！色出てきた！絵皿に模様が浮かび上がった。これの通りにはめればいいんだね。ホラーゲーム大好きでとても楽しんでいます。恐怖や、増発さで死なないように注意してください。はははははって笑ってる。わかった。意外と私も強いから大丈夫。よしよし。これ水。怖い怖い。音立てないで。絵皿消えちゃったりするかな？とりあえずアンチ戻ろっか。怖い怖い。怖い怖い。やばいよ。怖い。地図。この右のやつ、右と下に入れればいいんだね。これで、あと、残るのはここだけだね。ここ。あと、鍵一個見つけなきゃいけないのか。場所は、仏間だから、このまま正面、行きたいところにいるんだよね。逆回りする？あっち行っちゃうもんね。逆回りしようか、これはもう。でも逆回りで鉢合わせちゃうかな。どう思う？後ろから、大変か、こう行くのは。こう行ってこう。こう行ってこう。こうい、本当だよね、バレてる。今、こう、一番こう行くのがいいんだけど、あ、こっちに今、奴はいる。あと行ってこうやってこう行こうとしたとしても、こいつがこう回ってきて、鉢合わせちゃって仏間いけないみたいな。なるよね。どう思う？どうしようか。どうしよう、みんな。楽しい。追いかけるか。帰ってきたり。行ってみるよ。やばかったらもう、あそこのお札を使おう。嘘跡つける。それも。大丈夫？勝たないよ、私は。できるとは言っていい。いたりしないよね。ありがとう。
ルチューさん頑張るよ。楽しいって言ってくれてありがとう。見れる範囲で見てください。楽しめる範囲で楽しんでください。どう？これ外せるのかな？え？あと一つ足りないようだな。違うだろう。あ、そういう。あ、日本のホラーは世界一だと思う？リスペクトしてるんじゃないかな。あ、これって、あ、そういうことね。待って、皿見せてくれ、皿。あ、立つな。皿を見せてくれ。皿を。緑。全然違ったな。上が緑。覚えられ、あ、上、緑、緑、赤、緑。ちょっと覚えてるかな。上が緑。オッケー。緑。ありがとう。どういう意味だろう。ルチョさんも頑張ってね。何かわかんないけど、何を頑張るんだかわかんないけど、これちょっと難しいぞ。と言って。なんだ？なんだ？ L 字の、こんなのなんか必要だった？ 3 日後。え、こんなの必要なとこあった？また見た。皿はもう置いちゃったのね。じゃあさ、チョコ行ってみようか、チョコ。早かった。二日ぐらいで積んだ。二日後で終わった。やっぱ閉めてると入ってこないのかな。ねえ。近くにいることは確か。え、待って、何に隠されていた手持ちに L 字型の金属棒がついた鍵。ねえ、金属棒を使う場所あったっけ？なんか、やれてないところある？なんだっけ？これ、なんて読むんだったっけ？これ、文庫じゃなくて、まあ、いいか文庫で。文庫行ってみるね。入ってきてたんだ。まっすぐ行って、最初の部屋を左に。あ？手が入って。
記憶さん、こんりゅう、あ、こんりゅうじゃない、こんばゆ。こんばゆ、こんばゆ。今ね、やらなきゃいけない謎解きは全部やって、この後どうしようっていう状態になってる。マジで？ちょっと予想外なんだけど。できちゃった。やった。あ、やった。ありがとう。隠れられる。読むよー、また。1968年5月9日、祭司が気を高ぶらせながら、姉さんを?あ、お化けから逃げるやつ。お化けから逃げて、謎を解いて、ここの、なんかするの。待って、お化けから逃げて、お化けってこう、お化けみたいなのから逃げて、で、その多分、なんでそうなっちゃったのかを今ね、調べてるところ。探索しながら、逃げながら探索して、解決していくみたいな。ごめんね、説明むちゃくちゃで。姉さんを元の姿に戻す術を見つけたと言ってきた。お、太一さんが言ってたんだって。醜いと姉さんから目をそらし、ゆいを連れて逃げた男が、ひょいと戻ってきて、今更何を言っているのか。私は、綾野姉さんを醜いと思ったことは一度もない。どれほど年月を重ねても色あせることのない、濡れカラスの長い髪を溶かし、唇に紅を刺す。私がずっと羨んできた美しさ。あの頃と何も変わらない美しい綾野姉さんのまま。サイチは私から姉さんを奪おうとしている。そのようなことはあってはならない。私は全くもって耐えられない。サイチに綾野姉さんを渡さない。なるほど。直せるって言うけど、犬さんはそれをさせなかったのかな？真珠のかんざしを庭の真珠のかんざしを庭の井戸に投げ入れた。何度も捨てようとして、捨てられずにいた真珠のかんざし。太一さんから持ったやつでしょ？太一にかんざしを取ってほしいと頼むと、必ず取ってやるから、心配ないよと言って笑った。みんな？かんざしを取ろうと井戸を覗き込んだ太一の背中に私はそっと身を寄せ、抱きしめた。どうしたんだい、絹と優しい声がして。いいえ、何でもありませんと答えた。そして力の限り押して井戸に突き落とした。大地に触れたのはあれが最初で最後だ。絹さんが大地さん、おじいさんを殺めたみたいですね。だから教えてくれなかったんだ。なんか言おう。あ、鍵あったよ。あったあった。いや、なんでずるくない？聞いてないとかじゃなくて、聞いてないよね。それ言ってないもんね、多分。どうでしょう？なんでダメじゃん。え、怖い！みんな、怖い！助けて！ついてくる。ついてきてる。生きてるかダメかな？電気つけてるから。あ、やめてー、やめて、上行こう。上行って。電気つく。上行って。私疲れてる。やばい、もう逃げられない。あ、薬飲む。どう？薬飲んじゃってよかったかな、今。やば。
行き止まり。どうしよう、道が分かんない。行き止まりだ、ここ。横だ、怪我してない。逃げれたかもしれない。とりあえずね、セーブしよっか。やばすぎるでしょ。ねえ、怖すぎるでしょ。ずるいでしょ、何か取った後に。せっかく隠れてたどり着いたのに。でも、キヌさんが、タイチさんを早めたんだ。え。カッパに見えた。確かにちょっとカッパっぽいかも。でもね、綺麗なんだよ。化け物になってても綺麗、可愛いの、可愛らしいの。この人。綾野さんっていう人なんだけど。そしたら、ここだっけ？ここだね。ここに行きたいです。このまま、こう行って、こう行って、こう行って、こうですね。だいぶ進んだんじゃないかな。どうなのかね。半分は絶対超えてるよね。出て、左。すぐ。どこにいるかな、ね、だいぶ慣れてきたと思わない？私。叫ばなくなった。はい。叫ばなくなったような気がするけど。あれ、こっち選んないんだ。こっちにいたりして、大丈夫？いいんじゃない？開くよ、みんな。多分。開けよ？開けよ？全然まだ終わる気配しないんだ。終わる気がしないぞ。ん？あ、なに？離れの血。かくぶりしてる？とりあえず隠れるとこ確保しに行こう。あ、お札。セーブ。ここでいっか。ん？地図見よう。化粧の間行ってみようか。まず右。またさ、なんかすると出てくるんでしょ。開けとこうか。これ隠れるとこかな。違うな。あ、そうやってつながって。何ですか。
さん、絹さんに殺された。アイテムを持ってません。扇。何？なんか全然まだまだ終わる気配がないですね。もうそろそろ終わりかと思ったけど。何？何？ちょっと気持ち悪いけど。ゾッとするけど、これが、綾野さん ?1932 年、綾野。なんかあれ、なんだっけ、集合体恐怖症の人ダメだね、これ。私ダメだね、これ気持ち悪いな。鳥肌が。1929年12月23日、夜、夜半に激しく、家の戸を叩く音で目が覚め、表に出てみると、深山家の下男が慌てた様子で駆け寄ってきた。山に入ったっきり、行方知れずとなっていた綾野さんが戻ったので、見てほしいというのだ。私は耳を疑ったが、応診カバンを抱え、雪の舞う中、深山屋敷へ向かった。母さん、確かに、誰の子供なんだ？ちょっと待って、すごいこと言うじゃん。ちょっと待って、これ長いぞ、9枚あるぞ。綾野さんは妹の絹さんに寄りかかり、虚空を眺めながらぼんやりと屋敷に座っていた。さぞひどい状態だろうと案じていたが、見るとどういうわけか傷一つない。初頭に一月も山にいたとは到底思えず、そこはかとない不気味さを覚えた。綾野さんが戻って一月、彼女は未だ言葉を発せず、一日中部屋でぼーっとしている。誰が話しかけても軽く目をやるばかりで反応がない。ただ、絹さんがそばにいると安らぐのか、体を預けて微笑んでいるような顔をする。幼くして母を亡くした姉妹にとってお互いは半身のようなものなのかもしれない。ゆうべ殿は、気弱な娘であるから、怖い思いをして、一時口が聞けなくとも、仕方ないと言っていたが、どうもおかしいのだ。彼女は浴びるように水を飲めと、食事には手をつけず、あれから一緒もしない。加えて、排泄ないようである。庭の桜が満開だというのに、綾野さんは日を遮った暗い部屋に閉じこもったまま、昨日、久兵衛殿が綾野さんに桜を見せようと部屋の戸を開け放った際、恐ろしいことが起こった。日の光を浴びた途端、綾野さんがけたたましい叫び声を上げ、うずくまり、私は戦慄した。日を浴びた彼女の肌はひどい火傷を負ったようにただれ、裂けた皮膚の下に赤い目が見えてきた。さっきの写真のやつかな？綾野さんの体は少しずつ痩せ細っていくのに対し、背は伸び続けている。正確には四肢が伸びていると言うべきか。小柄だった彼女が、今では私の背丈を優に越してしまった。また、以前の火傷もそうであるが、いかなる傷を負っても数日のうちに、ゆえその後すら残らない。この異様な変化にも増して恐ろしいのが、時に綾野さんがじっと私を見ているのだ。落ちくぼんだ目をぎらつかせ、まるで獲物を見るかのように。と危惧していたことが現実となってしまった。久兵衛殿は決して人目に触れぬように離れに綾野さんを隔離し、石鹸はもっぱら絹さん、
ではもっぱらキムさんがやっていた。ところが離れに入り込んだ下城を綾乃さんは噛み殺し食ってしまったのだ。その夜久兵衛殿に医者でできることはないと告げると、綾乃を見せんでくれと急な声で泣きすがり、悠々のあまりに痛々しい姿に私は胸が張り裂けてしまいそうだった。綾乃さんの死亡断書を書いた。父としてあるまじき行為であることを承知の上で、友のために私は手を汚したのだ。殺人をもみ消すため、下城の遺体を替え玉とし、有用の末、綾乃さんは亡くなったと偽装した。人を襲うようになってしまった彼女を守るにはこれしかない。久兵衛殿と相談の上、離れの隠し通路からつながる家老に幽閉することとなった。隠し通路に行くのかな。待って、離れの隠し通路、離れに隠し通路があると教えてくれてます。綾乃さんが帰って4度目の春が来た。彼女は未だ牢屋の中で生きている。鳥や牛、時に人の血をすすりながら、美しかった姿は見る影もない。鼻は埋まり、左目は潰れ、代わりに昆虫の単眼のようなものが複数形成された。青白い背と背に眉の線にある文様とよく似たあざができていた。今となっては絹さんを伴わなければ綾乃さんに近づくことができない。もし私一人で近づこうものなら、彼女はためらいなく私を引き裂いてしまうだろう。はい、時折姉さんが腹を痛がると絹さんが言うので、見てみるとお腹の中で何かが動いている。綾乃さんが戻った当初より彼女の腹が徐々に膨れているのに気がついていた。栄養失調による腹水だとばかり思っていたのだが、恐ろしいことに腹に子がいるようだ。もし私の見立て通りであるのなら、もう6年も妊娠していることになる。すごいぞ。あれから9年。あの日から9年。私はいつまで正気を保っていられるのだろう。友の久兵衛も消えてしまった。今夜、絹さんの手を借りて、綾乃さんの腹から子を取り上げる。この9年で彼女の体は変容し、もはや自ら産むことは叶わない。腹を裂いて子を取り出すよりがないのだ。体の震えが止まらない。怖くて仕方ない。生まれる子は人の形をしているだろうか。腹の子は人の子ではないのだ。しゃー、ごめん、漢字ね。漢字ありがとう。待ってね。すごい話になっちゃったね。キヌさんの式に最一に惚れたのはあれ、あ、触れたのは最後で、最後って書いてあったしね。仕事しながら冷静に聞いてたあれってな。すごいね、あれってよく気づいたね。確かにそうだよね。ちょっとね、これ閉じんの怖いんだけど。ねえ、どうしよう。え、じゃあ相手は誰なの？どういう？大丈夫？今度は来ない？ね、ひどい話だけど、どうしよう。離れがどうちゃらこうちゃら。離れがここか。離れの通路、ここら辺怪しいね、ここら辺。ねえ、みんな、怖いよ。まだ終わんないよ。あ、怖い。何いる？こっち行ってみる？ガラクは大丈夫か？いやー、ここでもあるのか。子供いるの。今ね、子供の、孫がこの家に来てるの。だから子供もいて、子供もいるの。
ねえ。だから主人公狙われる必要ないんじゃない？仲間だと思う。でも治り早い？治り早かった仲間。ね。ノーコメントで。あ、治り早いんだな。なんか妖怪っぽいよね。最後の一枚。ごめんなさい、こんまゆ。今日もやってるよ。怖いのやってるよ。このまま。ありがとう。こっから今私来た？こっから今来た？私。ここが、あ、セーブポイントだから、そうだ、ここはもう見たんだよね。こっから来たんだよね。ねえねえ、私わかんなくなっちゃった。どこか。衝撃的な話の後はセーブだ。行くか。1000円超えた？どういうこと？ 10 円のや、あ、あ、10円ゲームが、そうだね、うつろまる、まゆの効果だな、それは。これしばらくはさ、来ないよね。あ、やった。今いなかった？そう。なんかアイテムが必要。鏡が見当たらないな。なんだって。あ、ま、10円かよ。ねえ。もう終わりかと思ってたのに全然終わらない。どうしよう。そんなに甘くなかった。いや、もう来なくていいとこね。本当だよね。鏡が見当たらない。さあ。あ、あったんじゃん。怖いから。えっと、あ、これ鏡が見当たらないなってまた言うんでしょ。鏡が見当たらないな。なんて書いてあった？その前。山ぶどう。助かる。あつびさん、こんばんゆ。あ、やってるよ。からくり箱のお話。お父様が珍しい玩具じゃと言って私たちにからくり箱をくださった。決まった順で転がさないと開かない箱だと教えてくれた。あやの姉さんが順番を忘れたらどうしようと心配するので、二人で秘密のお話を考えた。ああ、困ったな。
また読み返せるよね、これ。昔々優しい沖縄がおりました。沖縄がおりました。沖縄はお山で不思議なお船を見つけます。お船の中にはお姫様が入っておりました。沖縄はお姫様の世話をしましたが、お姫様は病にかかり、たちまち死んでしまいました。お姫様の亡骸は真っ白な蚕になりました。蚕は糸を吐き続け、大きな繭になりました。大きな船、お姫様、病、蚕、繭。大きなお船、越えられませんよ。違う。これで全部見た？ということですか？おじさん、こんばんゆー。だいぶじゃない。全然進んでないけど。ちょこちょこ進んだよ。前回の課題は全部片付けた。で、またね、違うとこ来たよ。うん。離れに来ました。鍵使ったの。井戸の鍵使って、その他にも脚立使って、鍵見つけて、いろいろやって、持ってるもの全部使って、古い写真さん。なんだろうこれ。進んだ。ほら、持ち物ももう何もないの。ここ見てない？あ、屋敷は見てないんだっけ？ここは？あ、なんかある。なんかね、何にも、どこで何を手に入れるんだ？ここ隠れるとこ？来るってことだ。あ、そうそう。みかんさんが、出てくれた。え、こっちもう行く必要ないよね。行けるのかな？行けるんだ。え、なんかさ、いろいろ足りないんだよね。あ、待って。離れの隠し通路からつながる地下牢に幽閉することになった。ここに行きたいんだけど、離れの地下牢、ある？あ、これじゃないよね。これはただあった。え？これかい？なんか怪しいのあるけど。何もできないか？なんだと思う？これ。怪しいよね。いきなり怪しい。え。隠し通路っぽいけど、これは、何にもできないか。じゃあさ。ね、いろいろ何にもなかったよね、ここ。やっぱ戻るべき？なんか、見逃してるだけ？あ、もう来週から。なんだ。うん、鏡がないのと箱の鍵。とりあえずセーブしとこうか。これ2番にずっとしちゃってるけどいい？進んでないからいいよね。
あとなんか、これだわ、これこれ。沖縄、あ、沖縄？沖縄の話あったけど。沖縄の話。カラクリ箱のやつ。沖縄がありました。沖縄、沖縄船、お姫様、病、太鼓、眉。待って。だから何っていう感じだよね。ここは今の部屋だもんね。やっぱここだけじゃないのかな。便所はね、何もなかったの。なぜかメダルゲームがあるの。メダルゲームしかなかったの。ちょっと綾野の部屋と絹の部屋もう一回行ってみようか。秘伝のタレということ？本当でしょ？で、ちゃんとメダルはやっといたよ。鍵がかかってる。ボタン、鏡、鏡、ちょっと、待って。鏡かけにボタンの、ボタンが書かれている。あ。関係ない。の部屋はなんでこんなに暗くて、え、ボタンの間で、こっちは山ぶどう、関係ないのかな？やっぱり。見たよね？ここはもう何もないのかもしれない。あ、外出てない。あ、あった。外見てなかった。みんなごめん。山ぶどう。10円か。なんで手記かよ。あ、9月23、ゆいが死んだ。21日の夕暮れ時に、線路に飛び込んだとエイジから知らせがあった。私はこういうことが分かっていた。弱い姉さんに、生き写しのあの子が耐えられるはずないの、
だから、あの日、ユイは一人で私に会いに来た。美しいその姿は、とうに失せていたはずの私の醜い感情を連れ戻してしまった。私が愛して、私が憎んだ、あん姉さんの姿そのものだった。ユイは姉さんのまがいものだ。ユイは姉さんと同じ顔で、同じ声で、なぜ私が嫌いなのかと問うてきた。私はそれほど知りたくば、と、地下牢に連れて行き、真実を見せてやった。お前は私の子ではない。そして、妻子の子でもない。あの化け物の腹を裂いて生まれた子なのだと。血を欲するのも化け物の性であり、妻子はそんなお前を憐れんで自分の性分を継いだと嘘をついた。長年化け物の子のお前と飲みたくもない生き血を共にすする羽目になっていたんだと教えてやった。真実を知ったユイは何も言わなかった。叫ぶでも泣くでもなく、ただ牢の前に立ち尽くしていた。その後、ユイがどうしたのかは知らない。ただどうなろうと構わないと思っていた。なるほどですね。そういうことなんだ。あちこちに10円がね。アイバンさん。こんまゆー。母さんが化け物の娘。ここで、もうなんとなく分かってたじゃん。なんで今、初めて、この息子じゃは。あ、俺も。さっき読んだでしょうよ。ほんまゆ。出たよ。からくりは、これか。母さんだと最初から。化粧の間だったよね、あのすごろくみたいなのあったの。ねえ、一気に明らかになってるね。トイレか。まず。大きなお船。お姫様、病。ね、覚えられない。船、姫、病。船、姫、病。太鼓、眉。開いた。どこの鍵って書いてあった？やったよ。りがとう、ありがとう。じゃあ、あそこの鍵かな？鍵？まずはさ、ここ開くかどうか。あ、さっきの箱か。そっかそっか。忘れた、もう箱の存在を。ここじゃないよね。屋敷か。遠回りしているな。
あ、ここでさ、じれったくて私は立ってしまったんだけど、座った方がいい？あ、来ました。あ、鏡です。ボタン。そろそろ出てきそうだよね。やっぱさ、狭いからまだいいね。ねえ、そうだね。ボクさん、こんまゆ。ねえ、そろそろ来そうだよね。まだ、読み物、あやのの手記。1929年11月21日、キヌちゃんが恨めしいような、悲しいような顔で、綾野お姉さんは蝶のようね、と言った。その時私は何も答えられず、ただ涙をこらえるしかなかった。私がいることでキヌちゃんにあんな顔させてしまうことが何より悲しかった。私はキヌちゃんに幸せになってほしい。なんかさ、お姉ちゃんって、私ね、なんか、私は蝶じゃない、私は丸で、お蚕のよう、暖かい産室で青々とした桑を与えられ、逃げることもで、こともなく、誰かに世話をしてもらわなければ生きていけない、眉の中で体を溶かしながら夢を見て飛ぶことも知らず、ただ命をつなぐだけ。でも私はそれでも幸せだった。キヌちゃんがいてくれれば。キヌちゃんさえいてくれれば。キヌちゃんを思うなら私はこの太鼓室を出るべきなのでしょう。本当だ、BGM こんなになってたんだ。私が消えればキヌちゃんはサイチさんと一緒になれる。けれどどうしようもなく慣れがたいのです。大地さんとの結婚が迫り、私たちに残された時間がわずかであると思うほど、キヌちゃんと過ごす日々が愛おしくてならないのです。太鼓が解雇室を出たらどうなるか私はわかっている。だからとても怖い。太鼓が解雇室を出たらどうなるか。もし許されるならずっと一緒にいたかった。綾野さんがずっと見てたのは、キヌちゃんだったんだね。あれ？あ、びっくりした。何もないと思っちゃった。うん。待って。ねえ、悲しい話だよ。なんかお姉ちゃん、兄弟、お姉ちゃんって妹のことを、いつも妹のことを思ってるんだよ。どの家庭も。得しとく。どこだっけ？逆回りだ。ちょっと待って。レゴさん、挨拶おかしい。どう？レゴさん、こんまゆなんかでも病気だったみたいな感じの話だったよね、今の。ヤセさん、こんまゆ。今日は酔わないよ、きっと。昨日よ、後半も酔わなかったでしょ？待って、セーブポイント。どこだ？え？じゃないよね。何？
じゃあここに。ジャガバターマヨネーズならあるぞ。間違えた。ん？間違えた？待って、どこ？どこ行くんだ？この後は。これかな？確かに。そういう意味があったんだ。ねえ、この鍵。ねえ、みんな、この後どうしよう。さ。拡大とかできたんだね。どうとか。なんかヒントかなんかあったかな？隠し通路の鍵？隠し通路の話は、ここに書いてある。離れの隠し通路からつながる地下牢に、幽閉することとなった。まあ、あっちに鍵閉まってる場所とかなかったもんね。言ってたね。ありがとう、春巻さん。さすが。なんかいかにもだね。菅原真希さん。だよ。何？怖いよ。鍵はまだ持って。いや、ここでセーブしちゃうね。上書きしちゃう。言ってたのはあんた！言ってたのは私だけど。ま、もう完全に忘れてた。待ってー。行くよ、絶対なんかやばそう。もう怖さしかないじゃん。なんか突然またポンって出てくんでしょ。脅かそうとするんでしょ、どうせ。読み物。綾野の殴り書き。キヌちゃんは私を置いていった。キヌちゃんは辛そうに泣いていた。キヌちゃんは私を嫌いになってサイチさんを好きになった。キヌちゃんは泣くぐらいなら私が消えてしまえば、キヌちゃんが泣くぐらいなら私が消えてしまえばいい。8ページある。彼女に会った。真っ白で綺麗だった。泣く私を抱きしめてくれた。彼女は糸を吐いて私を一つの眉、ん？私と一つの眉になった。眉の中で私は溶けて彼女と混じってしまった。私が追い詰められていく。
私が追い詰められていく、私が私でなくなっていく、たくさんのことを忘れてしまった、忘れたところは彼女になってしまう、忘れたところは彼女になってしまう、彼女は私を食べ続けている、喉が渇いて仕方ない、お水をちょうだい、真っ赤なお水、牢の外にいるおじさんは誰、アヤンノ、アヤンノと泣いている、アヤンノはきっと私の名前、おじいさんが牢屋の中に入ってきた、私の頭を撫でて泣いている、キヌちゃんが笑って食べていいよと言った。おお、キヌちゃんは美味しいお水をくれる、優しい声で私を呼んでくれる、嬉しい嬉しい、キヌちゃんは私の宝物、助けて助けて、怖い怖い、キヌちゃんを忘れてしまいそう、彼女は私をほとんど食べ、ん？彼女は私をほとんど食べてしまった、私は私がわからない、お願い、私の覚えているキヌちゃんを食べないで、キヌちゃんを忘れてしまう前に私を殺して、ねえねえ、なんかすごいすごい話、すごい話だよみんな。何かにあったんだ。なんか怖い。いけない。立ってたからだ。私立ってたんだ。ずっと座ってるもんだと思ってた。え、なんか父親食べたみたいな感じだった、食べていいよってニコッとしてたって、薬がまだ最後のお薬が、何かが始まる、5個あるからねみんな、ちょっとこれ読んだら何かが起きそうな気がする、この糸の説明でも書いてあるのかな、確かに、あ、え、これはこの縄は首に吊るすやつじゃないのこれ、え、これ全部外す、岩に大きな杭が打ち込まれている、結ばれた綱はな、天井に伸びているようだ、これは違う、同じこと言う、同じこと言う、よし、じゃあ読むよ、で、閉められんのかな？じゃない。よし、なんか始まるでしょ？どうせ。まだ平気かな？なんで、こっち側行ったのにこっち側回っちゃうんだよ。え、あ、犬の衣装。綾野姉さんは何度も血を吐いて動か、何度も血を吐いて動かなくなった。そういえば、いっぱい、追っかけながら血吐いてきてたね。毒が入っていることを承知で、私が用意した血を飲み干してくれた。こうするしかなかった。病に侵された私の命はもう長くない。そしてここは時期、湖の底に沈んでしまう。年老いて枯れ枝のようになった私の細腕では、もうどうすることもできない。私がいなくなったら、誰が姉さんの世話をしてくれるというのだろう。毎日体を洗い、爪を切り、髪を溶かすのだろう。人目にさらされれば、姉さんがどのような思い、扱いを受けるのか。化け物だ、狂人だと、恐怖と、好奇の目で見られ、犬畜生以下の扱いをされるかもしれない。そのような惨めな思いを姉さんにはさせられない。私が最も恐れたのは姉さんを忘れてしまうこと。病に蝕まれ、私の記憶は少しずつ揺らいでいく。耐え難い頭痛に苛まれながら、夜ごと床に着くたび、明日目が覚めた時姉さんを覚えているだろうかと不安で押しつぶされそうだった。私はみんな殺してしまった。
父も妻子も結衣も、そして姉さんさえも。一人残された私は少しずつ、綱に、縄に、綱に首を絞められながら苦しんで死んでいく。ごめんなさい。私は姉さんの本当の気持ちを知っていたのに、それに甘え、嫉妬心から姉さんを傷つけた。強く姉さんに見入られ。だからこそ姉さんが姉さんが、らしかった。はじめから姉さんは私の胸の内をすべて知っているのだろう。私がどれほど醜く残酷な妹か知っていて、それでも綾の姉さんは誰よりも私を思ってくれた。姉さんは日が落ちると屋敷中の明かりを灯して回った。憎らしかった。ありがとう。目も足も衰えた私が転ばぬようにと。姉さんは日が落ちると屋敷内の明かりを灯して回った。あの状態でやってくれてたってこと。目も足も衰えた私が転ばぬようにと、血はだらけになった冷たい私の手をいつも優しくさすってくれた。ほとんどのことを忘れてしまっているはずなのに、私を忘れないでいてくれた。もうそれで十分。あ、そういうことなの？再会はそれなの？え、でもさ、よく考えたらさ、自分の孫じゃんね、今、ここにいる主人公は。どのような形であれ、私たちは幸せだった。いつか終わりが来ることも分かっていた。このような方法でしか姉さんを救ってやれない私をどうか許して。あー、そろそろなんか、エンディングに近くなってきたんじゃないかな。あの日姉さんが何と混じってしまったのか、姉さんが書いた彼女が、何だったのかわからない。でも私も彼女のように姉さんと眉にこもり、溶けてしまえたらとずっと願っていた。みんなこれ閉じたくない。どうしよう、このここ閉じたくない。どうしようか。出てくるよね、この後。やるしかないか。あー、そっか、知らないってことね。知らないから襲って、他人だと思って襲ってくるのか。ねえ、この話を終わりにしてあげよう。かっこいいこと言うけど。わかった、私頑張るね。再読する。ちょっと面白い。行くよ。まだ大丈夫。ほら、やっぱり。閉じ込められた。閉じ込められたと。どうする？走れない。これじゃない？あ、そういうことね。オッケーオッケー、わかったわかった。これはまだなんだね。あとにして、薬飲んで。ここね、ここに飛んできてもらえばいいのね。大丈夫。
ね、どうしてここだけうまくいかない。ね、ここだけうまくいかない。ねえ、ちょっと待って。ねえ、お願い。今何？今、軽症ね、まだ。え、難しいんだけど、どうしよう。距離。一回こうしてから。今にも落ちそうだ。え、でもこれ自分死んでしまうんでは。え、自分も死んでしまうのでは。何か見つけとけばここでさ助けてあげれてたんじゃないの。うつろ、うん。ごめん。やな。刺さない。綾乃ばあちゃん、とどめ刺さなかったけど、何？そうだ、大学はもう決めたことだ。今さらとやかく言わないでくれないか。お前は一体どうしてしまったんだ。キヌさんの家を継ぐと突然言い出して、彼女のようにずっとその家にこもるつもりなのか。そうだよ、俺はここにいるべきなんだ。ここにいたいんだよ。あの後の話、ダム建設の話もどうやら立ち消えになりそうだし。頼む、おかしなことを言わんでくれ。帰ってきてくれ。大学のことはもういい。お前と会って話をしたいんだ。父さんにはわからないよ。父さんは人だから。俺のことは忘れて、二度と電話をよこさないでくれ。ミナト。ああ、もうこんな時間か。早く食事の支度をしないと。遅くなって腹減っただろう。夕食を持ってきたよ。温かいうちに食べて。また泣いているの。キヌさんはもう死んでしまったんだよ。大丈夫、何の心配もいらないさ。これからは俺がばあちゃんとずっと
一緒にいるんだから。またあそこ戦わなきゃいけないんだ。もう一回見てみようか。もう一個のパターン。無邪気で儚い。ハッピーエンドかな？スキップするよ。うん、もう一つの方見たいね。ちょっと私また頑張ってみるわ。で、ちょっと飛ばしちゃうよ、エンディング。クリア、ゲームクリアおめでとうございます。あ、ラフさんありがとう。ラフさんありがとう。ナイスパー。とりあえずおめでとう。ありがとう。多分これハッピーエンドでいいのかな。ゲームクリアおめでとうございます。ショップとボーナスコンテンツがアンロックされました。メインメニューから利用できます。ボーナスコンテンツのみポーズメニューからも利用できます。ありがとう。じゃあ、ラフさん見たい？このもう一個の方。見たい？とか言ってラフさんに。ラフさんに決めてもらおうとしてる。もう一つのエンディング。あ、ナイトメアアンロックされたら絶対できない、私には。キーパート？じゃあ、とどめを刺すの、オッケー、ラフさん。今やるね。待ってて。ナイトメアみたい、絶対無理だ。どれだこれかな。3番？あ、違う、オートセーブ。オートセーブはいつから？オートセーブのとこら辺でいいんじゃないの？やったら怖い。33分ってことはさ、戦う前っぽくない？これやってみようか、オートセーブ。すごいところから戦わなくていいんだ。ここからな。もうちょっとやった方がいい。ちょっとずるい。どうみんな。ここからでもいいですか。ここからちょっと戦うとこ見たい。いい？でもなんかとどめ刺したくないけどね。でいいんだよね。めっちゃキヌちゃん言ってくるよ。十分です。ね、ずっとキヌちゃんって言ってんのに私はとどめを刺さなきゃいけないの？刺すね。あ、よかった。ちゃんと見えないでいてくれた。ね。うん。一年後になりました。でもさ、とどめを刺す必要がないもんね。危ないのか、危険な存在か。キムさん。
あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。絹さんを抱いて玄関先まで運んだんだ。そっか、首に狙われた跡があったって言ってたもんね。最後まで絹さんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。え？彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。え？眉があるじゃん。そこにあったのは穴の開いた巨大な眉と、地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。蚕苦手だな。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈んじゃうんだ。もうここには得意な人いないか。さようなら。どうする、来るんじゃないの。あれは例えこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、こっちの方がハッピーエンドなんじゃないの。それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。うん、こっちが正解ルートだったんだ。応援してくれて、よし終わったぞ。みんな、うつろまゆ、難しかったけど楽しかった。え、みんな楽しかったですか。押しちゃうよ。もう面白かったね。なかなか面白かった。さっきの何？なんか言ってたやつはどれ？このボーナスコンテンツ、違う。ね、面白かったよね。ショップ？ショップって何？なかなかやってよかった。うん。ありがとう、みんな。クリアできた。もうすっごい怖くて途中どうなるかと思ったけど、なんとかクリアできたね。なんかさ、ね、何私なんか忘れちゃった。ね、切なかったね。1500円未満で遊ぶには十分、ボリュームもあったし、謎解きもなんか楽しかったかも。え、敵の見た目変更なんてあった？トップ画面ではゲームの中に入手した、当たり券がポイント、当たり券ポイントになるんだって。本当だ、購入できるアイテムの効果は敵の見た目を変更したりゲームに持ち込むことでエンディングが追加されるんだって。ゲームに持ち込むことでエンディングが追加されるなど様々です。当たり券とポイントの交換はショップ画面を開いたとき的に、あ、じゃあ、ん？あれ？あ、うん、エンディング追加も気になるね。赤と白が2枚持ってるから22ポイント獲得しました。
これ敵の帽子？違うね。友人にしかおしゃれな帽子。あ、ね、無限10円とかあるよ。これいいじゃん。これは蝶の鍵。蝶の門が、これ何？どこに使う？蝶のとこあったっけ？最後のとこ？ね、無限で10円これ変えとくって、今から10円やって、このいろいろ変えるやつ。ピンクあるよ。怖くないかもしれないよ、これに追われてたら。あ、猫耳とかあるよ。そうだね。ちょっとさ、まだ時間あるじゃん。みんなさ、お暇ならさ、雑談しようよ。雑談。え、アルミホイルの帽子の形どっかで、あ、あ、見た、見たね。え、これじゃん。じゃあさ、この無限10円を購入して、札を詰めるためにいっぱいやる？みんな、天才か？雑談しよう、雑談。10円ゲームやりながら雑談しよう。うん。じゃあ、まずはこれ買うね。これ買って、で、またポイント貯めたら、この帽子買えるじゃん。10ポイントはきっと集まるから。で、帽子かぶってあそこに行くっていうのもいいかも。ちょっとこれ見よう。ちょっとだけ見よう。かわいいね。猫耳。カジート。スリッパとかあんだね。メガネかけてるとちょっと怖くないね。鼻メガネ。あ、これ猫ちゃんと組み合わせるといいんじゃないの。ね、ピンクの髪にして、ピンクの髪にして、耳つけて、白い耳つける。え、X に今から会って。あ、BGM が、変えられるのと、敵の声が宇宙人になる。猫になる。いいかもしんない。怖くないかもしんない。もうね、あ、目玉。確かに。あ、普段からね、なんかそれね、やっぱそうだよね。そう思うんだけどさ、ちょっと私そういうの苦手で。今からやるよってやつでしょ？ゲリラの時だけはじゃあやるようにするよ。じゃあ、まず10円買うね。え、これはさ、どこ？初めから？栗なのでどうなのか。いや、いいんだよ。やる人はやるでいいんだよ。私はさ、あんまりやるタイプじゃないから、やってないだけなんだよね。はじめから。ノーマルでいっか。夢を買いましたね。ストラは途中で、何々。あ、本当？エクストラって何？じゃあ、でも、え、どういうこと？最後のところら辺でやって、
さ、10円は無限にあるからさ、最初からでもいいんだよね。でもさ、セーブデータがないね。最後のところしかセーブデータがない。5時、6時、5時、この辺かな？トイレにあったところのやつ。この辺。ない。ダメみたいじゃない？ない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 。うん。じゃあ最初からやろう。最初からあるから。あ、無限10円。あ、ここで選ぶんだってさ。オン。アルミホイルの帽子欲しい。下げることはできるからね。最初のところは、みなとくん。あ、これ飛ばせない？ジンバ、みなとくん。起きてください。あ、飛ばせないの。君のお父さん、エイジさんから電話が入っていますよ。え、これ飛ばせないの。せっかち、私せっかちだから。もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて。パセリちゃんさん、パセリちゃん。すまないな。しかし、ほんまゆ。あ、メニューの一番下、ありがとう、パセリちゃん。キヌさんが、お前のおばあさん。あ、ちょっと待ってね。ちょうど見えないんだ。あ、イベントスキップ。あった。ありがとう、ありがとう。これも？もう無限だからお金を集めなくていいんだ。よし、じゃあみんな。でも何話す？そんな長くはできないけど。はあ、田舎だな。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。始まってるの？もう脱走始まってる？よし、やるよ。無限です。いいよ、スタート。私はずっとこれ弾いてるから、みんな耳で楽しんで。しない。ヤセさん、しない、その話。頑張るよ、もういくらでもできるわ。政治の話は私入らないよ。政治の話になったら私喋んないよ。当たり券が欲しいの。あ、八百長があるの？え、でも待って、10円ゲームで楽しみながら、当たり券が欲しい。でも八百長、一応聞いとこうかな。あ、でもどうなんだろう。
あ、そういうことができるの？あ、50、本当に？ネパセリちゃん、本当それ私にやだ。50回やらせといて何も出ないとか恥ずかしいことさせようとしてない。大丈夫？ごめん、疑っちゃって申し訳ない。刑務所で不審者が、不審死があったらしい。本当だね。え、待って、揺らすって？あ、台を揺らすってのあんじゃん。気づかなかった。こんなのあったの。でも1個しか出てこないよね、きっと。でも50回ってすごいね。あ、割れた。え、これ使い物にならないとかない？え、大丈夫？え、待って待って。もうゲームできなくなっちゃう？いくらでも、え、じゃあちょっと、やっぱちょっと遊びたいわ。そうなんだ。ちょっと見にくくなっちゃった。嘘、あと2回数えてたの。え、じゃああと2回揺らせばいいんだ。ちょっと見えない。やる、ここまで来たからやったらいいかな。まあ、いいか。それを出す目的だけど、もうなんかそれを知ってしまったから、もういいや。ほんとだ。あ、ここでまた50回？ねえ。え、これまた50回やんなきゃダメなの？どんな配信？いいよ、みんな雑談を。迷惑客。本当だよね。あ、50回前。じゃ、ちょっと待って。私これずっとやってるから、音ちょっとちっちゃくして、みんなの声を大きくするわ。嘘言った。これさ、完全に壊れはしないんだね。白ばっか出るけど、これって出る順番とかあんのかな？ねえ、もう現地名いらなかった。確率か。しかもさ、これ一回、この状態で離れちゃうと、もう一回1から50なのかな？え、でもさ、これは、綾乃さんに追いかけられてるときにこれやってたら見つかっちゃうのかな。あ、黄色出たよもうさ、これ見えにくいからさ、うん、あ、なんかあっちにもあったね。あっちに回ったねとか言って違うとこ行こうとしてる。
みんなで口裏合わす。そういうタイプ気になっちゃう、気になっちゃうよね。私も押すのに必死で雑談できない。うん、こっちにもあったじゃん、もう一個の方。今度はうちに行くわ。あ、そっか、ナイトメアだから走ると疲れちゃう。疲れてしまう。無限じゃない、体力無限じゃない。この裏にさ、父さんと母さんに連れて始まるの話が見えないんだ。全然雑談。あ、見えないの、あれおかしいな。じいちゃんの縄文に来て以来だな。この家に来たのムービーじゃないんだ、これは一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。あれ、キヌさんは死んでないんじゃない？もう死んだんだっけ？こっち。あ、こっち開いてないんだ。中から行かなきゃいけないのか？父さんから鍵を預け、さっき見えてたとこかな。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休む。本当だね、リアルのやつね。どこだっけ。あ、生きてたんだね、みんな生きてたんだよ、最初に鶏。最初にさ。あ、ここはもう食べられてる。これこれ、これ簡単でしょ。これ普通にやるわ、私。いいよ、みんな、これなら雑談。不正なしでもいける。せっかくだからさ、無限使ってこうよ。めちゃ出るし。そうなんだよね。お題がないからかな。白しか出ない。確かにこういうゲームがさ、今あるのもすごいよね。めっちゃレア。うん、絶対そうだと思うね。白しか出ないけど。うん、これめっちゃ簡単。まあ、外しもしますけどね。あ、黄色出たよ。赤が出ればすごい嬉しいぞ。入れ入れと思って見てんでしょ。あ、ドグマの話。え、みんなやるの？やる人、ドラゴン。うん、やる、みん、やる人、ドラゴンズドグマ2、やる人。はーい。めっちゃ出るんだけど。あ、私やるなりやる？うん、一応やろうと思ってる。
なんかそのあたりパンクしそうだけど、でもゲーム自体は、ドグマ自体は私多分好きなやつだと思うから。そうだね、ラフさん、ぜひ見に来てやってるつもりになって、私の配信で。あ、1よかった。なんか1安いよね。私もさ、もっと早くにさ、1やっとけばよかったなって思った。ストーリーのつながりはそんな、ないんだっけ？お、あ、10円ゲーム50回当てるって実績あったと思う。わかった。頑張る、パセリちゃん。赤出ました。モンハン盛り上がってるみたいだね。結構やってる人を見かける。私もオンラインはやったんだよね。やったことあるんだよね。それで、なんかゲームはあまりやったことない頃に、結局、アルマキさん、いつもの、いつものやつじゃないですか。苦戦もするみたいだし話、来年新作出るんだ。なんか仲間でやると楽しそうだった気がする、オンラインのやつ。なんかあれだよね、あんまり、あー、そっか、ストーリー、狩りゲー？狩りだよね、狩りが中心のゲームだよね。ソロプレイだよね。そうだよね。土曜日にさ、一応、でも、キャラクリを、完成するかわかんないけど、やって、触れてみようと思う。モンハンワイルダー。モンハンワイルダー。そうなんだ。出るんだ。防具なしでどこまで狩れるかやった。それはどっちだろう？モンハンの話かな？最近はサイバーパンクとプレハマー。あ、現在60時間。あ、モンハンね。私、モンハンはね、やらないんだ。白ばっかりだけど、ちょっとさ、やっぱ赤は2枚だって、まだ全然出てない。うんうん。そうなの。みかんさん真っ白しか出ない。白2ポイントにしかならないんですよ。
え、2枚しか出てないよ。あ、1台に1枚しか出ないのかな、かって。あ、なに、赤に、20? あ、20ポイント、黄色5ポイント、白1ポイント、頑張って。ありがとう、パセリちゃん、情報ありがとう。ワンタンしか出なくていいです。視聴者は増えても私が楽しめなかったらちょっと良くないなって。あの、ごめん、それはあの、もう、あ、すごいね、奇跡起きたよ、奇跡が。これどうし、どういうことあるんだね。ちょっと待って、どうしよう。待って、できなくなっちゃったよ。あ、これこそ揺らすんじゃないか。揺らした。うん、そう、違うんで、モンハンが私は嫌いとか、あれじゃなくて、モンハンがダメってわけじゃなくて、モンハンがダメってわけ、私にはダメってだけ。出た赤。いや、わかんない。ハマるのかもしれない。だからやってな、ちゃんとやってないから、ちょっとその辺は、私の食わず嫌いみたいなところがあるのかもしれないんだけど。そうそうそう。だからもしかしたら私もハマるのかもしれないけど、まだちょっと、やりたいのを先にちょっと、それがどうしてもやりたいっていうのになってないというか、なんか難しいな、うまく言えないな、なんか批判してるみたいで嫌だな。別にモンハンが嫌なわけじゃない。違うんだ。私はモンハンじゃないってだけ。なんだごめんね、なんだよこれね。助けて、誰か。助けて。うまいこと。私はなぜかハマらなかった。あ、それでいい。でもさ、めっちゃファンの人がさ、兄さん、ちょっとなんか喧嘩売ってるみたいで嫌なんだよ。そういうつもりはないんだよ。難しいんだ。だから。あ、そうそう、パセリちゃんナイス。来た。助けてくれた。うん、やりたいゲーム、その前にやりたいゲームがあるから、モンハンまで手がちょっと行き届かないっていう。部屋じゃないの分かる？でも人それぞれ。あ、ちゃんと伝わってる。ありがとう、みんなありがとう、助けてくれてありがとう。苦手だからやらない。苦手だからやらない。もうそれしか言わない。猫ちゃんが鳴いてるの、鶏か。鶏の鳴き声か。じゃあ、とりあえず今はやりたいのがドグマだから、ドグマがあるからやれないっていうのもあるんだよね。そうだよ。龍が如くもさ、全然中途半端だしさ、なんか今できないっていうのもあるな。新しいいいものを手を出せないのは、それもある。確かに。顔が面白いね。笑いいの。
玉の位置もなんかおかしいしね、これ。え、2周目ナイトメアに、ナイトメアにしちゃってるけど、やらないやらない。あ、そうだよね。ヤセさんもクリアしたよね。うん、私もさ、なんか、めっちゃ休んじゃったからさ、予定より全然できなくて。あ、赤がいっぱい出ますけど。腰に確かに腰にでかい玉が当たったみたいな絵になってるねちょっと腰痛がってる感じに見えるね。バイオとかホラーが好きなのかな、なのさ。いや、あのね、私は好きとかあんま、あのゲームがよくわかんないから、あの好き、わかんないんだよね。まあ、でもホラーは好きかな。2周目で鏡と帽子持ち込まなきゃだから、結局最初からだけどね。確かにそうだね。あと見た目も変えたいから、でもうするのがなくなってどうしようか迷ってる。龍が如くの話、確かに今めっちゃ撮ってると思う。ホームランヒーロー超簡単何も考えないでできる。気合入ってる顔とかじゃなくて痛がってる顔だねこれ。あ、龍が如くに限らずどうしようか迷ってる。わかる。自分がやりたいのも何なのかが分かんなかったり。ただ記憶さん FF のこともおすすめしてくれてたね。ボール見てない。本当だよね、なんかおかしいよねこの絵狭いよね、あのこの狭いところに描く絵の遠近感っていうのかな、何かおかしいよね分かりました。今はとりあえずね、ちょっとやるのがあるから、何やろうって考える時が来た時に候補にしと、あの考えてみるよ。2回連続で来たのに白がずっと出るね。お、10円ゲームを50回クリアするっていうやつ、今実績取れました。みんなには見えてないと思うけど50回やったみたいだよ。ありがとう。あっという間でしたね。
ん、いつの間にか。だっていうことは、白が39。取ってます。2週目はね、やらないかもしれない。今ね、雑談なの。雑談のためにこのね、やつやってるんですよ、パセリちゃん。ごめんね。わかんない。そういうの考えてない。いくつ集めればいいかとか考えてない。2週目楽しい？怖い。内容でも一緒でしょ？内容一緒でしょ？そうだよ、みんな。雑談のために私はホームランヒーローやってんだよ。2週目やってたらみんな見る？もう見ないでしょ？内容一緒だし。私がただキャー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 同じこと言ってるだけなの。うん。確かに。でも、アルミ棒まで行くのめっちゃ大変じゃん。遠い遠い。そうそうそう。あ、エクストラエンドが2つ追加されてるし、でも途中までの流れは一緒？あの押し入れの奥？ナイトメアで？ナイトメアじゃなくていい？一個上ぐらい？ハードぐらい？離れまでは一緒？でもさ、もう何があるか分かってるから、一回で、終わるならやりたいね。来週やろうかな、やるとしても。ちょっと今週はもう、配信パンパンなので、来週になりますね。あ、イージーでも回収可能？でもイージーじゃなんかみんな楽しくないんじゃない？無駄に時間かかるくらいだったらね。かといってノーマルでまたやっても意味ないよね。関係ないし。ねえ、ちょっとそれは、エンディング制覇のための配信。最後だけじゃんみんな見たいの。やってもいいんだけどさ。それまでさ、みんないないかったら私やだよ。とか言っても、みんな次第みたいな感じになっちゃってるけど。怖いもんだって。すっごい撮ってるけど。まあ確かにゲームとしてはこれは、今さ、終わった時間を余らせてから雑談しようってことでやってるわけで。違うのよ。あとね、もうね、終わりにしなきゃいけない時間なのよ。途中キャーキャーは楽しい？じゃ、とりあえず、足分け。だってみんなの意見がわかんない。ちょっと待って。終わらない。終わらない。ああ。みんな見たいの？ちょっとさ、今ね、パセリちゃん。今度のホラー配信はね、電源で今やろうと思ってるんだけど、
それはちょっと、待って待って、みんなみんな。それは、私が考えるか適当に。ちょっと状況つかめないよね。ごめん、私また。わかったわかった。とりあえず今日は、あとね、あとちょっと、あと15分ぐらい。あと15分ぐらいしか時間ないから。みんな、雑談配信を。雑談です。バセリちゃん、うん、ありがとね。ハンバーグ、まあ、とりあえずこれを今さ、私やってるけどめっちゃ集めてるけど、これはね、背景なの。え、何の話してたんだっけ？このホームランヒーローについて話してたんだよね。あ、私ちょっと見たかもしれない。ごめんね、ハートとか私つけない。で、あれだけど。ハートとかつけないでこっそり見てるタイプなんだけど、見てよ柴犬さん、流れてきた、おすすめに流れてきた。私も土曜日やるよ、土曜日。結構上がってんだ。そうそうそう、デッドボール。あ、それは FF の。ラッシュさん見てるとこおかしいです。痛い痛い。載せたんだ。いや、見てないかも。だいたいさ、キャラクリ1個何時間ぐらいかかった？結構さ、こだわったら何時間もかかるよね、あれって。出たー。1時間なんてすぐ解ける。じゃあさ、私土曜日さ配信でやろうと思ってるけど、どうしよう。終わるかな？終わらなかったら別にいいか。どんなもんか触ってみる手でやる予定だからね。
でもそれを確実にそれを使うってにやらなくてもいいしね。うんうん。よしよし、ななちゃんを作りたい。ピンクの髪で、ボブで、イメージは、ななちゃん。ななちゃん、アイコンのななちゃん。相当出してるんじゃないか？フェスのモデルの選び方でかなり変わるけど、可愛いのはできる。いろいろ試してみる。相当出してるよね。もういっか。54。これってこのままメインメニューに戻ればセーブした方がいいの？ホグワーツレガシーで73再現。ホグワーツレガシー？これってさ、セーブしなくても大丈夫？ダメだよね。あ、そうなんだ。そうだよね。くつろげばいいんだっけ？セーブできるところって、まだ入れないんだよ、確か。どこだった？どこだっけ？あ、ここかな？入れるじゃん。あ、薄気味悪い。そういえばこれと同じ。それこそなんだこのふ。あ、できるできる。どれだ？81。これが昨日のやつ。よし。一番低くて160センチなんだ。もう全然ゲーム違うんだよ。かつお節さんの言ってるゲームが全然違うんだぞ。94ですって。じゃあここでキャラクリしたら終わろっか。まずアルミホイルの帽子は買います。蝶の鍵も買っときますか。じゃあで髪の色はピンクで、耳は髪ピンクなら白かな。白ですね。え、黒かな。ピンクの髪に、白だな。ほんとだね。リッパも白で。メガネはいらないか。猫ちゃん。あ、どうしよう。首輪。赤い首輪しとく？猫だから。ね。確かにそうだね。声にしよっか。あ、チェイス時 BGM を変更する。どうなんの？どういうのになるの？買ってみる？安いし。全然
余っちゃった。ポンポコ BGM。 全部変えるんじゃない？私は止まりません。全部変えました。で余った。アボナスコンテンツ、これカスタマイズできるんだ。ね、つけとこうか。じゃあ首は猫ちゃん、うん、手にはあ、かわいそうだね。腰に尻尾、かわいいじゃん。聞けないの？待って。設定を変更。これでもう閉じちゃえばいい？なんか決定とか押さなくていいのかな？あったね。え、じゃあ会いに行く？ナイトメアで？ちょっと BGM とか気になるよね。あ、ね、帽子はさ、帽子は持ってないの？帽子はやっぱ最初からやんなきゃいけないから、あれなのか。とりあえず会いに行くだけ会いに行こうか。ここでなら、ゆっくり休めそうだ。あ、そっかそっかそっか。帽子は最初だったね。そうだった。これもういるんだっけ？ちゃんとやるなら。嫌な夢だった。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。あ、そうだ。しっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。待って待って、どこだ。ああ、そうそう、結構いろいろあったな。玄関の方だ。父さんか。あ、なんだよこれ。あ、そっか、長いぞこれ。ちょっとイベントスキップとか出てる？遠いとこ。イベントにはならないんだ。もしもし。みなと。こんなんでいいのみんな。
喉。ちょっと待って。いちいちなんかしなくてもここで見れるんだ。知らなかった。乾いた。喉乾いた。はい。水でも飲もう。暗くてよく見えない。バカ野郎。暗くてもできるだろう、水飲むのは。ここに映るのも違うのかな。あ、これは白い。今のは。とかも泣き声もを探してどうにか助けを呼ばないと。え、ナイトメアだとどのぐらいどうなんだろうか。ね、猫の鈴、鈴の音聞こえる。なんか死んでもいいと思ってやってるからさ。確か電話するんだったよね。頼む早く出てくれ。来るよ、みんな来るよ。はい、もしもし、助け。かわいい。あ、猫が追っかけてくまる。発情してるね。ちょっと発情してますね。あ、そっか、ナイトメア。あ、もう2回ダメだ。いいですか、皆さん、もうこの後この辺で。難しい、すぐダメだ。体力が満足です。にゃんにゃん言ってたね。化け猫だったね。今度やるときは帽子かぶって、帽子持って行った方がいいね。うんうん。納得したね。私も納得した。ちょっと、メガネとかかけちゃってね。鈴の音とか聞こえたから、ちょっと居場所とかもわかりやすいかも、吐息だけじゃなくて。
じゃあここで終わりにしようかな、今日は。楽しかったかな？なんか忘れちゃったね。エンディング。エンディングのことを忘れてしまったね。うん、ということで、今日はここで終わりにしようと思います。楽しかった。私も楽しかった。ね、二パターンも見たのに忘れちゃったよ。見てないぞ、そうだな。おつまゆ、みんなおつまゆでした。もし気が向いて、なんか、ほら、どうしようとかなったら、またこれやるかもしれない。その時は、ハードぐらいかな。ノーマルの上の難易度で、あの帽子持って、もう一回シャチャチャっと、やれたらいいなと思います。未定ですが。もしやるとしたらまた皆様見に来てください。おつまゆでした。じゃあ、また次のライブでお会いしましょう。バイバイ。